電波システム回復。南極の碇司令から通信が入っています。おつなぎして。ご苦労だったな。ああ、よくやってくれた。死と殲滅が我々の役目だ。多少の被害は致し方ない。多めに見よう。ところで初号機のパイロットはいるか。はい。話は聞いた。よくやったな、シンジ。褒められたよ。お、はい。こと。お、第三神道教師。シンジ君、この間聞いたわよね。私がどうしてネルフに入ったのかを。復讐？私の父はね、自分の研究、夢に生きる人だったわ。そんな父を許せなかった。憎んでさえいたわ。あ、そうなんだ。僕の父さんと同じだ。周りの人たちは繊細な人だと言っていたわ。でも本当は心の弱い、現実から、私たち家族という現実から逃げてばかりいた人だったのよ。子供みたいな人だったわ。母が父と別れた時もすぐに賛成したわ。母はいつも泣いてばかりだったもの。父はショックだったみたいだけど、その時は自業自得だと笑ったわ。けど最後は私の身代わりになって死んだの。セカンドインパクトの時にね。私には分からなくなったわ。父を憎んでいたのか好きだったのか。ただ一つはっきりとしているのは、セカンドインパクトを引き起こした使徒を倒す、そのためにネルフに入ったわ。美里さん、僕いつもなんでエヴァに乗っているんだろうってそう思っていたんだ。さっき父さんの言葉を聞いて、褒められることが嬉しいって初めて分かったような気がする。僕は父さんのさっきの言葉を聞きたくてエヴァに乗ってるのかもしれないって。シンジ君、理由はどうあれあなたは立派にやってるわ。人類を救うためではなくとも、それはあなたのお父さんだって分かっているわよ。胸を張って生きなさい、シンジ君。見て、あなたが守った都市は今日も綺麗よ。はい、よかった。唐突になんか入ったな今の。なるほど。うん、終わりにするか。まあ時なんかイベント発生してなかったんで、もう進みます。ちょっと回復だけね、動画外でやりましたけど、それだけです。はい。ん？なんだ？ほう。限度か。長旅ご苦労様でした。ロンギヌスの槍、刑事への移送、終了しました。わかった。後の作業はレイに引き継ぐ。レイ、後は任せた。はい、碇司令。え？え？さらって言うじゃん。どう？マギの診察は終わった？あと少しよ。さすがね。同じものが3つあって大変なのに。3機とも自己診断モードに入りました。第127次定期検診終了。異常なし。多いな。了解。ねえ、少しは教えてよ、マギのこと。長い話よ。その割に面白くない話。人格移植 OS って知ってる？ええ、第7世代の有機コンピュータに個人の人格を移植して思考させるシステム。エヴァの操縦にも使われている技術よね。の第1号らしいわ。母さんが開発した技術だから。ほう。
お母さんのパターンを移植したの？そうね。私をシステムアップしただけよ。基礎理論と本体を作ったのは母さんなの。マギは、言ってみれば母さんそのものなのよ。なるほど。死と侵入とは？これは何？一体どうしたの？第87タンパク壁が劣化発熱しています。何ですって？すぐに原因を探って。侵食部が爆発的なスピードで増殖していきます。これはなんてこった。分析パターン青、使徒です。もう入られてるやん。使徒、使徒の侵入を許したのか？申し訳ありません。セントラルドグマを物理閉鎖、シグマユニットを隔離しろ。汚染域さらに拡大。待ってください、サブコンピューターがハックされています。まさか使徒です。このままマギに侵入しようとしています。彼らはマイクロマシン、細菌サイズの使徒と考えられるわ。その個体が集まって群れを作り、この短時間で知能回路の形成に至るまで爆発的な進化を遂げているのよ。人工知能メルキオールにより自律自爆が提訴されました。バルタザールにより秘訣、カスパーにより秘訣。しかしこのままでは6時間後にはマギの機能が乗っ取られます。マギが敵に回るとはな。マギシステムの物理的消去を提案します。拒否します。技術部が解決すべき問題です。あなた昔からそう、一人で全部抱え込んで他人を当てにしないのね。賞賛はあるわ。目標がコンピュータそのものなら、逆ハックを仕掛けて自滅促進プログラムを送り込むことができます。そのプログラム間に合うんでしょうね。カスパーまで侵されたら終わりなのよ。約束を守るわ。君が早いか使徒が早いか勝負だな。どうしよう、何かとんでもないことになってる。プログラムができた？これでだろ。相手もなかなかのものね。計算速度を減速させるので精一杯だわ。そんな。どうなる？プログラムができたわ。今度こそ。なんてやつ、プロテクトをかけてきたわ。そんな、もう間に合わないじゃん。チッ、カスパー18秒後に乗っ取られます。わかってるわよ。さあ、マギを返しなさい。これでおしまいよ。3、2、1。カスパーがやられました。人工知能により自律爆破が決議されました。負けた。完敗だ。マジか。マギ、自律自爆を実行します。自爆装置稼働しました。マギを返しなさい。これでおしまいよ。行った。よっしゃ。
あ、終わった。はい、ということで今回ここで終わりにしたいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。